どうもこんにちは。こんにちは。奈々ちゃんです。奈々不思議の吉田モーモーです。若見信です。よろしくお願いいたします。今当たりましたね。いつもこの時間合いますね。いや何も生まれないですけど。そうですね。はいはいはい、ということで、はい、まあ、通常会なんですけど、通常、まあ、会談会なんですけども、我々をですね応援していただいてくれるミエネーズさんとかでいらっしゃるじゃないですか。あ、いらっしゃいます、お客様で。ミエネーズさん霊感強いんですよ。らしいですよね。街歩いてて、はいはいはい、なんか拾っちゃったと。お、拾っちゃったから今日バー来ちゃったとか言うんです。普通拾っちゃったって財布とかのことを言うんですけどミエネーズさんは違うんですよね。そうなんですよ、だからこうね、店員とかいっぱいいるじゃないですか、はい、我々含めて、はい、だからこうね来て発散して帰るっていうね、よくね、はい、話の中で何か霊感のある心霊スポットとか行った後はコンビニとかに人にいるところに行ってから帰るといいですよって言ってた側の人じゃないですか。私はそうですよ。言ってた側の人が経営してるお店にそれを落とされに来てるわけですよね、はい、今ね。そう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 、考えてみたら。だから僕は大丈夫ですよ、はい、あ、そっか、だから僕は落とし物はちゃんと警察に届けるんで、うん、行きますよ僕ちゃんと警察まで行っていや警察に届けに行っても拾ったんですけど、拾わされたんですけど、その感覚むずいよね。拾ったのか拾わされたのかちょっと分かんないんですけど、とっついできたって言ったらおかしいけどね僕についてしまってるんですけど、ね、まあそのね方が、うん、まあ、お話しいただいた、話なんですけども、ありがとうございます。まあこのミエネーズさん、まあ、M さんにしときましょう。ミエネーズさんがっていうのもちょっとややこしいまあちょっと主張が強い名前なんでね、 M さんにしましょうか。じゃあミエネーズ言うてんの見えとるからねややこしい。そこをまず最初に突っ込んだ上でなんですけどM さんでいこうかね。M さん、ね、M さん、ね、M さん、はい、M さんがですね、はいはい、小学校6年生の修学旅行ですね、はい、どこ行きました。小学校6年の時の修学旅行は日光でした。僕は、ああ日光ですね。部屋の電話が電源さしてないようになったんです。これは僕の結構強めの、ちょっとそっちの話、いやちょっと待って、それで終わりなんだと思う。もう今ので全てに集約されてるんだでしょ。そうそうなのよ。結局それ怪奇体験って、はい、そんなものなのよ。いや本当そうなんですよ。みんなそこからって言われても、あ、いやいやそれだけとなんです。そうなので修学旅行でそういうこと起きたでしょ。起きた。で修学旅行とか、うん、遠足とか林間学校とか、はい、やっぱなんか起きやすいんですよ、うん、そういう、ね、で心霊現象が。で、M さんも実際にその、ね、小学校6年生の時の修学旅行の夜に体験したらしいんですけど、うん、はい、まあ、まあ宿泊先のホテル着きまして、うん、でまあ、ご飯食べ終わって、うん、で同じ部屋に、女の子8人、うん、8人部屋なんですね、はいはいはい、で8人もね女の子揃ったらみんなワイワイワイでね、まあ、それはもちろん女子トークも繰り広げられるわけで、うん、もう小学校6年生もなるとね、まあ、ちょっとね、いろいろワイワイワイしとるわけですよ、うん、ほいでなんかねこう、まあ、みんなねテンション高めにキャッ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 はしゃいでたら、うん、暑いじゃないやっぱ部屋がね、うん、あ、そうでしょうね。ちょっと換気しようかみたいな、うん、これパターンなんですよね。修学旅行の部屋ではしゃいだ後の換気はこれフラグです。確かに僕もね今までいろいろ聞いてますけどね窓を開けるとろくなことがないっていうね、ろくなことがないんですよ。でカーテンが動き出したりしますからね。そういろいろとある中で、はい、M さんもですね、うん、これね一人友達がね、はい、ちょっと窓開けるわ、うん、暑いから暑いから。でその前から M さんは霊感強いからね、うん、あ、もうその頃からやっぱ小学校の時かなみたいな感じで見てる。可愛く見せようとしてタバコやってんの、それ何やってんのそれは。ミエネさん喫煙者やいやいや小学校6年生でしょダメですよ先生止めるよそんなことやったら。バーの下でいやいやバーの下でいやちょっと誰がわかんだよそのバーの下で吸ってるミエネさんって言っちゃってんだからもう M さんでしょそれはM さんが、はい、ちょっと気づいてるんですよ、ね、うん、あれみたいな何かがあるとなんか嫌だなと思いながら、はいはい、そしたら案の定ね一人友達がこう、ね、まだ開けに行った時に、まあ、カーテンをね最初に閉めようとした時に今閉まってるからこう開けようとした時にシャッ開けて、うん、ねえって呼ぶんです。何でしょう何っつって、うん、で友達が反応するじゃない。ねえねえ、あの真ん中の街灯の下のところあるんだけど。街灯の下何急に怖いんだけど、うん、で A ちゃん B ちゃん C ちゃんって、はい、3人がねこう窓に行って、うん、でその4人含めて、うん、いるね、うん、わあ
何あれみたいなこと言ってるんです。おでその前から M さんはちょっと気づいてるから、まあ何かあるとだかだ、うん、みたいなちょっと、うんうん、もうそう行きたくてもそうなるよねやめないよみたいな、はい、見なきゃよかったのにみたいな気持ちでずっといてたんですって。そしたらですよ、いるねっつって、うん、女の人かな、うん、そうだよね女の人だよね多分。でもさ、うん、雨降ってないのになんで傘さしてんの。え、雨降ってないのに傘さしてんの。傘をさしてるんですよ。ほう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 。で、それをね、雨も降ってないのに傘をさしとるおそらく女性、奇妙だね、うん、がですね、街灯のところにいてるんですって。で、うん、ね、もうその窓のところに行ってないこの、はいはいはい、M さん含めた3人ですよね、はいはいはい、はちょっともうやめてよみたいな、うんうん、怖いからみたいな、何そんなこと言わないでみたいな感じなんですね。いないいないって言って、いや、いるのよっつって、うん、いや本当かなみたいな感じで、はい、もう意を決してね、うん、M さん見に行ったんですって、うん、そしたらホテルの裏側になるんですね、それね、はいはい、あの窓の外っていうのが、うん、で20台ぐらい止められる駐車場がそこにあるんです、うん、でその駐車場で街灯が3箇所にあって、はい、でこの3箇所でこの街灯のすぐ下以外は暗いんですよ、うん、なるほど、ね、分かるよ、うん、でこうすげえわかるよ。いやだって今想像してたからも。あなただけに言ってねえから。みんなに。もう一回ちょっと説明して。じゃあ分かった、もう一回説明して。いや、じゃあもう一回聞くから。はい、うん、街灯がね、うんうん、3つあるんですよ。はい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 、まあ、だからこの街灯のこの真下以外はもう真っ暗なんですよ。わ、うん、かるよ。これはもう一応かぶしておこうと思います。はい、でね、はいはい、こう真っ暗じゃないですか、うんうん、おいでこのね真っ暗以外のこの真ん中の街灯の下のところに傘の色は白、はあ、白い傘を差して、うん、白い服を着た女の人って話あったけど、うん、M さんが見た時は女の子なんですって。あー、子供というか、うん、女の子、うん、女の子何歳かはわからない、うん、女の子だったんです、はい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 、あれ女の子がいるなって思った瞬間に、うん、M さんの頭の中に絶対に見ちゃダメって流れてきたんですって、うんうんうん、あ、よくないんだと、はい、やっぱり見ちゃってる、その前からね、うん、もうちょっと嫌な予感してたから、はい、で、あ、見ちゃダメなんだと思って、うん、あ、これはまあ気のせいじゃないみたいな、うん、ちょっとごまかしつつ、うん、その窓からもう見せないようにこの友達をね、うん、させたんです、うん、で窓から離れて、でそのちょうどそのタイミングでそろそろのお風呂の時間ですよみたいな、こう先生がね、はい、こう廊下をね声出しながら歩いてて、あ、じゃあみんなでお風呂行かないとねっていうので、うん、大浴場行きまして、で、まあまあお風呂から上がってきたらそんなことも忘れて、うん、みんなでワイ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 ね、まだ寝るまでの間、うん、ちょっと楽しみまして、はい、で、まあ消灯の1時間前ですよね、うん、消灯の1時間前に部屋に戻ってきて、うん、で戻ってきた瞬間に M さん唐突な眠気に襲われたんです。もうまぶたがもう勝手に落ちてくるというか、はい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 、あ、もうダメだ、もう寝ちゃうみたいな感じで、うん、でちょっとみんなでワイワイ盛り上がってんだけど、まだ、うん、ちょっと部屋の隅っこにその布団をね、こう引いて、うん、ちょっと横なるね、うん、先にっつって、うん、先に寝たんです、はい、したら眠りについてからどれぐらい時間が経ったのか分かんないんですけど、ふと目を覚まして、うん、で時計の部屋を見、時計をね見てみると、だいたい午前の1時半回ってたぐらいなんですって、うん、でこの1時半ぐらいでパッて目が覚めて、うん、あ、夜中だ、寝ちゃったなみたいなこと思ったら、ひそ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 と、ね、この話声聞こえてくる、はい、でひそひそ話がこう聞こえてきて、うん、で誰か起きてんのかなと思ったんで、ね、こう部屋真っ暗の中、うん、ねえねえ誰か起きてんのってこう声をかけてみたんですね、うん、はいはい、そしたらあの窓から外を見た A ちゃん、B ちゃん、C ちゃんがね、うん、起きてたんです。あ、そうなんだ、うん、で A ちゃん、B ちゃん、C ちゃんがこう固まってね、夜中でこうひそひそ喋ってて、はいはい、ね、うん、で、そこに混じってね、うん、一緒に話してたんです、うんうんうん、そしたらですよ、うん、一番初めにその窓の外に女の子を発見した友達いたじゃない、はいはい、これ D ちゃんにしておきますね、うん、この D ちゃんが
急にねこのひそひそ話してるその輪から離れたところでこう普通に寝てたんですけど、うん、リーちゃんがいきなりガバッと起き出した。どうしたどうした。起き方が尋常じゃないんですって。もう普通に、うん、みたいな感じじゃなくて夜中ですよ、急にですよ、いきなりガバッと起き上がったんですって。何で、うん、びっくりしたんだけど、まあまあうるさかったんかなって思った。あごめんみたいな。そうそうそう、逆にね、ごめんごめんと、はあ、うるさかったよねってこう話しかけたんですけど、うん、この D ちゃん、うん、目はつぶってるんですって、うん、で、うん、そっちの方グッて向いて半目の状態で、どうしたの。なんかキョロキョロするというよりもなんかこう辺りを探すような、探してる感だ。で半目でこう視線が定まってない状態で、はい、なんかを探してるんですって、うん、もうその、うんうん、暗い中でも、うん、その感じっていうのはすごいもう伝わってきてて、めちゃめちゃ怖いじゃないですか、うん、でごめんね、うん、ね、誰かがこうね喋りかけるんですけど、うん、無視なんですよ。おかしいじゃない、反応しないの。いや大丈夫っつって、うん、別にうるさくないよとか期待してたのに、そう言うよ、うん、その返事もなくて、うん、あこれはやばい、これはやばいみたいになっとると、うん、でもう思い思いねこう呼びかけるんですけど、はい、反応がない状態で、うん、もうそんな状況やからちょっとどうしたんだろう、うんうん、マジで怖いんだけどってなったら、さっきガバってねこう上半身起こしてきたじゃない、はいはいはい、そしたら次は何かを思い立ったかのように急にガバって立ち出したんですって、ね、で D ちゃんが急に立ち出したかと思ったら、うん、またこうしゃがみ出して、うん、えもう動きが一連気持ち悪いんですよ。何してんの、うんうん、機敏なんですよ。あ、いちいち、キレがある、うん、で、何あの動きみたいな思ってたら急にハイハイしだした。いやいやいや、どうした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 、ハイハイしながら急に自分たちの、うん、まあね、荷物を置いてあるところ、リュックサックとかね、はいはい、いっぱい置いてあるところをガーッとハイハイで行って、うん、で、ここリュックをこう漁り出すんです。あ探してんのか、それこそ何かを探すんです。え、なになになに、もうマジで怖いんだけど、うん、みたいになって、うん、で、みんな喋りかけるんですよ。どうしたの D ちゃんっつって、うんうん、何探してんのって、何か探してんのって、うん、キョロキョロしてたしみたいな。でもやっぱ反応がないんですよ。で、他のね寝てた子たちもそんだけガサガサするから起きるじゃない。大騒ぎだから起きちゃうでしょ、どうしてもそれ。で、まあ、すぐに先生とかね呼びに行きゃいいんですけど、まあまあ小学校高学年なんで、その怖い状況で何もできないんですよ、うん、みんな動けなくなっちゃうね。そうそう。で、この D ちゃん以外の、7人ですよね、はい、8人部屋なんで、はいはい、みんなこの部屋の隅っこで固まって、はいはい、その固唾を飲んで D ちゃんのその異様な動きを見守ることしかできないんですよ。おいで、この D ちゃんがですね、こうあさってる中で、うん、あった。あったんだ。なんかあったんだ。って言うんです。探してたんだやっぱ。何がってなるじゃない。うん、そしたらリュックサックの中から袋を取り出すんですよ。うん、でその袋の中なんですけど、うん、カラフルな白とかピンクとか黄色とか水色とか、うん、こういろんな種類がある。マシュマロが入った少し大きめの袋を取り出すんですよ。ほう、お菓子か。お菓子、うん、それをいきなりガッと開け出して、うん、ブワー食べるんですよ、マシュマロ。いますね、なんで。マシュマロって2つ3つ口入れたらパサパサなって飲み込めないんですよ。そういうお菓子だよね。それを一心不乱に、すっごく食ってるじゃん、みたいな、うっみたいになりながら、うん、もう口入れてるんですよ。やばいね、やばいね、うん、でもう異常行動じゃない。そうだね。だからもうみんな引いてしまって、うん、でもだんだんとなんかそのいっぱい口に入れてるこの D ちゃんの顔を含めてこのパンパンになってる口とか見えて、うんうんうん、見てるとねちょっとおもろなってきたんですって。あ、なんか滑稽すぎて、なるほど。ちょっと突き抜けた感があってね、うん、そうそう、ちょっとね怖いっていうよりも、え寝ぼけてんのみたいな、うんうん、まあまあまあ、そんなお腹空いてんのみたいな、はい、一連のね、うんうん、ちょっとツッコミにも取れるような感じで、ね、はあはあ、ちょっとそんなみんなあのマシュマロそんな興味ないから取らないよ、そんな慌てて食わなくてもみたいな、みんな感じで話しかけてるんですって、うん、でそんな感じで普通ね、ちゃんと理性保ててたら、うん、ちょっとおもろいこと言われたら、うん、ちょっと返すじゃない、いやとか、もちろんわざとね、うん、演じてるんであれば、うん、なんかちょっと笑っちゃったりするじゃない、あ、ウケたウケたみたいなこともあったりするだろう。でもそうやってこう言われるたびにこう食べながら一心不乱に食べながらまたあの目するんです。あ、
でまた食べるとか、もう繰り返し、でもうやばいねこれって、で一人がね言い出すんです。いやそういえば思い出したんだけどさ、バスの中で、D ちゃんさ、自分のリュックからマシュマロ取り出して、私マシュマロ嫌いだからみんなで食べようよって言ってたんだけどって言うんです。じゃあ嫌いなマシュマロを今こんな一心不乱に食べてんのって絶対やばいよねって、やばい、ここでもう一致団結、みんながこれは異常な行動だっていうので、もう先生を呼びに行こうって、で、ちょっと先生呼びに行ってくるねっつって 2,3 人が立ち上がって、玄関の方行ったら、その瞬間にピタッて D ちゃんの動きが止まるんです、でこっちの方向いてきて、さっきのね、あの目がキョロキョロしてた感じじゃなくて、今度はニタって笑い出して、で、すっごいニコニコしながらこんなこと言うんです。あのね、私ね、これものすごく食べたかったんだって言うんですって。もう違う人格の言葉としか思えない。すごく可愛いよね、この色。甘くて美味しい。もう明らかに年齢が下の子の喋り方になってるんです、はい、でもういろいろとおかしいところがあって、この D ちゃん右利きなのに全部左手で食べてるんですって。でもうもちろん小さい子のような喋り方してて、ちょっと舌足らずな喋り方、で合間に笑ってるんですけど、笑ってる声もキャッキャッキャッみたい な、 なるほど、感じの笑い方なんです、はい、で何よりもこの D ちゃん、甘いもの自体が苦手なんです、元からそう食べれないんだね、はい、甘いものはね。でこの表現ぶりにもうみんな動けなくなって、はい、やばいやばいみたいなことで、もう見てることしかできなくなって、そしたらもうしばらくするとこの D ちゃんマシュマロを全部食べ終わって、ごちそうさまでしたって言って、またガッて立って、急にまたしゃがんで、あ、キラるな、ハイハイしながら布団のとこ戻ってって、寝るんかい、おいってなった。寝つきいいな、また何これってなって、はあ、もう7人みんなこれ味わってしまってるから、でもうそのね、あの女の子、はい、白い傘の、あの女の子を見た、その M さん含めた4人は、あれかなみたいな話になったんですって。でもうみんな思い思いね、ちょっとマジで怖かったねと、でもまあとりあえず気取り直して寝て、今もう寝てるから、当事者は、とりあえずまた明日喋ろうと、で本人に聞こうでみんな寝たんです、で翌朝ですよね、で翌朝、あ、みんなね思い思いに起き出すじゃない、そしたら D ちゃんがブチ切れてるんですって。え、誰これ私のリュック開けてなんかこんな散らかしてんの。わかんねえよ。いや、あなたよ。いやいや、いやマジで引くんだけど。ドン引きですよ、そんなこと。ってことは、覚えてないんですよ。そうだね。で、もしくはこの D ちゃんとは別のものが何か入ったっていう証拠にもなるじゃない。ああ、そうだね。はいはいはい。で、昨日のその夜中の一連のことを D ちゃんに説明してあげたんです。はい、そしたら、マジでっつって、私絶対何かに取り憑かれたっぽいんだけど、そしたら、つって。で、あれみたいな、あ、そういえばなんかあチョコついてるみたいな食べてるからね、そうそう、マシュマロ食ってるから、ね、で、その後はまあ無事に何もなくて帰宅することはできたんですけど、これ不思議なのが、その部屋の何人かがその体験したことじゃなくて、この当事者の取り憑かれた、この D ちゃん以外の7人が同じことを体験してるんです。だからこれはまあ、間違いなく何者かに取り憑かれてしまったんだなっていう話なんですよ、ということで、マシュマロを食べるたびに思い出すんですって、あ、そうなんだ、M さんはね、そう、ミエネさんはマシュマロ食べるたびにあの D ちゃんのあの一連の奇妙な動き、半目で探しながらね、カーッてその動きを思い出してしまった話ですね。雨の日に亡くなった女の子なのかな、その街灯の下にいる女の子っていうのは。なんでしょうね、傘をね、そこでも差しているっていうのは、うん、で8人いた中で、その D ちゃん、D ちゃんが選ばれたみたいなことだね。一発目に発見してるからね。ああ、まあまあやっぱそこなのか。そこだと思うよ。だからルーレットと同じでしょ、なんかね、誰に当たるかわからんけど。なるほどね、
誰か見てくれないかな、あ見たねっていうのだと思うんですけどそっか、そういうことか、うん、だとは思いますけどね。急にでも夜のマシュマロはやばいっすね。夜のマシュマロ怖いです。そうですよね、うん、じゃあこれからあのバーのメニューでマシュマロ置きましょうめっちゃ困るでしょ。いいね、いいね、思い出すでしょ面白いね、来る度に思い出すから、トラウマシュ、トラウママシュマロ、トラウマシュマロ、トラウマシュマロ置きましょう。また絶対来てくださいね、はい、っていうかすごい面白いお話でございました、はい、ということで、はい、まあまあこうねお話いただいたり、うん、こうね聞かせていただいた話そのまんま ね、 そうですね、こうね私話すこともありますので、はい、皆さん投稿いただいたりお待ちしております。お願いします。というところで七不思議チャンネル以上でございます。ありがとうございました。では続いての次の投稿会談、投稿会談です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですねマジ不思議プレゼンツ怪談に夢を、その手で掴み取れ。いや新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿怪談で人生を変えろ、賞金総額186万円。詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。